どういう経緯でそうな、なっていったんですかね。今の仕事ですか。どのリーグ、僕も試合を多く見るので。いやもう一つ始めたらそこから広がっていっただけですよ、うん、でも最初その一つがなかったんで、はい、ゼロだったんで引退した時に。でもゼロだろうっていうのはもう予測がついてるから、その現役の時の自分 の、 その 持たれ作っちゃったイメージと持たれてる印象があるんで、はい、だからまあ知ってると思いますけど、指導者になるって決めてたから、もう3時になる前に決めてたんで、まあ、選手を辞めるまでできるだけ拾っておこうと思って、サッカーのことは現場で拾っておこうと思って、で、まあ、36までやって、もういいやと思ったから。で指導者になるのに、どんな、自分なりのどんな、ね、歩み方をすると、向かっていけるんだと思ったときに、あ、今のままじゃ絶対無理だと思って、やっぱイメージって必要じゃないですか。はい、で僕は僕なりに自分自身で生きてきてるから、自分がどういう、大体どういう人間で、どういうものを持ってるかっていうのは知ってるんだけど、周りの人がそういうふうに全く思ってないっていうのも知ってたから、だからそれを一個作るには、まあ、解説だなってまあピンときたんで、うん、だから解説のオファーはないんで、はい、まあ、もう作るしかないなということで、まあ、そこが動いたのが最初です、うん、なるほど。あくまでもゆくゆくは指導者のためにの、だから言い方を間違えると、はい、指導者になるために解説軽視してるって言われがちですけど、全然そうじゃなくて、はい、なるほどですね、よりだからリアルに、はい、ね、僕の場合は自分が監督になった気持ちで、もちろん選手の感覚も残っているから、両方ですね、選手がどういう気持ちでやってるかっていうのと、監督がどういうふうにさせてるかっていう、この2点のところで、はい、まあ、試合を見るようにして、はい、でそれをまあ中継だから、あくまでサッカー中継は視聴者のためにあるんで、どういうふうにどこをポイントにすると視聴者がその試合をよりこう分かりやすく見ることができるかっていうのと、あとは言葉の使い方、うん、ね、そこら辺をすごく意識はして、あともちろん現場の選手と監督も見てるんで、はい、そういう人たちにもおって思われるような視点を持てるようにっていうか、これはもう解説始めて急に視点持とうとっても無理じゃないですか。はい、無理だと思います。もうそれまでの人生が問われるんで、なるほど、サッカー人生が。はい、だから僕は変なのはそのまま出してるわけです。新しく解説になって気をつけたことは、声の出し方と抑揚をちゃんとつけましょうっていうのは最初はやっぱできなかったんで。はい、あとはまあ話しすぎないと。俺ほっといたらいくらでも喋れるんで、話しすぎないってことは気をつけてます。なるほど。うん、まあ、見たくて見てる分と、はい、見なきゃいけなくて見てる分、これ2つあって、はいはい、でもほら、分かると思うけど、見たい試合って偏るじゃないですか。そうですね。だから仕事で見る試合って、はい、正直見たくない試合もあるんだけど、はい、意外にそっちから勉強することが多い。一見つまんない試合でもいろいろあるから、なんでつまんないかの理由を考えることが大事だと思う。まあ、代表にも代表になれずに引退していた選手とかって、はい、サッカー界ではもしかしたら生きていけないんじゃないかと思うような、うん、キャリア の、うん、あの作り方をすると思うんですよね、はい、本当はプワクみたいに大成者になって、いや俺だって結局ほらゼロだから最初生きていけねえタイプだった、うん、それはもうあくまでもじゃあ言い訳じゃないですけど、いや仕事にならないからサッカーからもうじゃあ外れて違う全く違う道行くっていうのは、はいはいはい、どう考えるべきなのかなと思って、でも生きていかなきゃいけないでしょみんな、はい、生きていくためには金が必要なんでしょ、で仕事をするんでしょ、はい、まあ、別にいいんじゃないですか、それをどう自分が捉えるかな、うん、僕は基本的にほら自分の体一つでみんな僕も生きてきたから、俺しかいないんで、はい、だから この自分で何をしていくかっていうことを考えた時にサッカー以外ないですもん、だって僕は何ができるのって話だ、でもサッカーはできるんですよ、うん、サッカーのことは分かるし、イメージを世の中に用意したのは俺なんです、はい、そうそう、だからまあ半分は僕は自分でやったことだから、はい、ね、なるほど、でメディアに出た時も結構ふざけてたし、はい、なんかね、嫌いな人は嫌いだったし、うん、選手の時って極力シンプルになろうとするから、はい、そういう付き合いもいかないし、練習と試合の方が大事なんで、そうですね、そういう意味ではなんかまあちょっと変わっててやべんじゃねえのこいつっていうイメージしか出してなかったような気はするんで、はい、なるほど、まあ仕方ねえかなっていうのを知ってたんで、はい、だからみんな寄ってこないですもんだって全然、だから楽だけど、寄ってこないから楽なんだけど、はい、
なんかその後の人生を考えたらこれやべえんじゃねえかっていう気持ちになってきて、はい、うん、だからもう自分の妻には引退する、僕は9月ぐらいに決めたんですけど、はい、もういいやって2、3年食いっぱぐれがすまんっていう一応言っといたんです、うん、その時の奥さんの反応は、お子さんもね、はい、3人いらっしゃって、そうですそうですそうです、うちの奥さんは結局基本的にはほらそういうちょっとエキセントリックな部分がある僕を、それは違うんじゃないのって言ってきた人なんで、それを本当にする必要があるのかとか、うん、いやでも俺が言わなかったら誰が言うんだよっていうの結構夫婦喧嘩になったりしてたんで、はい、だ非常に常識人なんで、はい、よくそれでも僕も一応常識はあるんですけど、はい、それ以上にプロとして勝ちたいし、ね、なんか変えなきゃいけない部分を変えなきゃいけないだろうっていう気持ちでやってきたんで、割となんか正しいと思うことに対しては貫いちゃうタイプだから、うん、そこで出る圧力のことあんまり気にしなかったし、うんうん、相当意外に自分が痛い目に遭っちゃったみたいなのはね多かったです、うん、僕はね、はい、うん、サッカーが良かったし、うん、ずっとサッカー、なんだろう、サッカーで僕はこういう人間だったんで、はい、サッカーがあったから生きてこれたから、うん、もう中2で勉強やめてますから、うん、俺サッカーやるっつって、はい、それぐらい偏ったやつだったんで、はい、もう勉強してる時間なんかもったいないっつって、もうサッカーで俺が生きていくって決めるからさ勉強しねえっつってやめた人間なんで、うん、でも高校入ったら3年生まで試合出れなくて、俺このままだったら死ぬなと思って、だって大学も行けないし勉強してない、はい、常にそういう意味ではなんかギリギリのところで生きてきたから、うん、それが当たり前。プロに入ってからはどのカテゴリーでも下からスタートですけど、必ず自分よりできるやつがいっぱいいたので、だから生き残っていくために何すればいいかしか考えてなかったです、プロ入ってから、うん、自分がどういうものを身につけて何をすればこのチームで例えばポジションが取れるかとか、うん、だから自分がしたいことよりはしなきゃいけないことのようにどんどん頭がいくんで、うん、サッカーってもともとみんなしたいからするじゃないですか、はい、ね、自分が好きなプレーする、で僕の中のサッカーも違うから、しなきゃいけないことをするのがサッカーなん で、うん、でこれを言うと結構選手もえってなるんですけど、うん、でしたいことをするんだしたいんだったらそのためにいろんな駆け引きも必要じゃないですかとかね。だから僕は自分の本当にこうなりたくてなったわけでもないですけど、選手としてでもこうならないと多分生き残っていけないだろうなっていう、必要なことなんだろうなってずっと考えてたんで、だって俺はこんな細かいやつだったらみんな絶対知らないですから、でも細かいから現場で圧力があったわけで、でもその細やかさっていうのはサッカーには絶対必要なはずなんですよ、はい、だからそれは選手としてはもう無理だなと思ってたから、うん、ギャグの立場になったらどうなんだっていうところで、サッカーを追求するっていう、ね、旅自体は終わらないんで、もう現役時代からずっとそのサッカー界で行くっていうのも決められてたじゃないですか。まあ僕はサッカーしかないですからね、君みたいに多彩ではないんで。いえいえ、ね、どうですかね、そのせっかくじゃあ例えば実名を出すとヒデさんが、はい、じゃサッカー界どっしり残らずに、はい、まあ、監督になるとかっていうこともなく、うん、どう素直な意見言っていいんですか、はい、どういう考え、難しいなと思って、サッカー、いや僕はサッカーに返してほしいなって今でも思ってます、うん、あれだけの人なんで、はいはい、だって他のことは多分他の人でもできそうな気がする、あの人にしかできないことは何だろう、もちろん僕もそうですし、ネタマちゃんもそうなんですけど、だって突き抜けちゃった人だから、はい、そこでその人が持ってるものと知ってるものっていうのはみんな知らないもんだし、それは日本のサッカーにとってプラスかマイナスかって言ったらどう考えてもプラスなんで、うん、それはね正直欲しいですけどね、うん、でも世界の名将たちってなんか山とかキャンどっかにこもって何千試合見るっていうシーズン前とか、でもさよくそういう話聞くので、それぐらいさマニアックっていうか、はい、サッカーに本当にどっぷり使って、ね、知識的な部分もフル装備して、はい、なおかつ集団をちゃんと操れるマネジメントの力を身につけないとできないでしょ、監督なんて。で、自分ではそう設定をしてるから、はい、もう今からそこに向かってやってるだけなんですよ、はい、監督を否定するわけじゃなくて、ね、監督を男にするためにこういうことが必要なんじゃないですかって出せばいいわけ、うん、僕はそういう経験
失敗も含めていっぱいしてきてるんで、なんか分かるし、うん、やっぱ人と人とがする仕事なんで、だから多分ベンティスとかそういうの下手でしょみたいな、こんな感じでしょ、だからすごく多分知識もあるし、例えば監督さんは、はい、でも多分選手との距離の取り方とか、はい、あまりにドライすぎるとか、そういうのやると選手はついてこなかったですよね、ハートがつかめないっていうか、やっぱり自分がプレーするわけじゃないから、プレーさせるわけでしょ、プレーしてもらう人のためにどんだけのものは用意できるかだから、これはもう圧倒的に時間使って勉強しないと無理じゃん、はい、うん、いや俺できたからなんて何も通用しないんで、だからそういう下地はできてきてるんで、うん、だったらどんだけつ、まあ、名選手、名監督あらずですかね、もともと名選手じゃないから楽だったんですよ俺の場合は、もっと行っちゃったらひょっとしたらもう満足しちゃってやってないかもしれないし、はい、感覚で、そうだから、ま、結局さ選手としてやりきってないから残ってんその炎が見せてないだけで見えてるか、もうちょっと解説でバレちゃってますね、バレてる、はい、例えばアトレチコなんかを見ると、だってバルサに勝つんだから、はい、勝てないでしょ、普通に考えたら絶対勝てないですね、絶対勝てないですね、あの戦力差で、はい、お金の部分も、はい、でも勝つんですから、そこが俺はサッカーの素晴らしさっていうかね、凄さだと思ってて、だから監督はめちゃくちゃ重要なんですよ、そうですね、でも監督がめちゃくちゃ重要じゃない風な部分がまだ多分あるんで、例えば日本にはあるから、うん、それはもうなんとか俺が変えて自分がやるしかねえなと思ってて、すごく茨の道な気がするんだけど、うん、ご自身の感覚だとあとどれぐらいでよし満を持してくれる、いやいやいや、ないですかね、それはもうずっとないでしょうね、もう怖くてしょうがないですよ、本当は現場に行くのは怖くてしょうがない、もうこけたらそれで終わりだから、うん、行かない方がいいんじゃないかって思うぐらい怖い、でも本当に怖いって思ってるってことは自分の中でリアルに想像してるから、逆に言うと行きたいんですよ、やりたいから怖いですよ。毎日じゃもう監督になってるような感じで生きてるってことなんでしょうね、もうすでに、はい、いい話ですね、はい、けど羨ましいです、もう中2でだってこうなることを決めてたわけじゃないですか、いやこうなることを決めてたわけじゃないけど、俺もサッカーできていく、はい、多分僕たち、まあ、僕も含めてもうこうなるっていう決断が遅いというか自立できないというか、そういう人が悩んでるんですよね、で結局安定を求めて、でもこんな安定にも満足できねえっつってフラフラしていくのが、うんうん、多分9割9分の人たちなんですよ、うん、一緒じゃないですか、1割ですか、ね、0.1% の人だと思いますね、こんなんで何なんですかね、好きこそ物の上手なりじゃないですか、まさにそうですね、はい、右肩上がりでずっとサッカー好きになってますからね今よりサッカー好きな時ないです、はい、順調にどこまで行っちゃうんだろうっていうぐらいサッカー好きなんで、考え直そう、ええ、君は君の人生があるそれでいいんで、いや好きど戸田君のサッカー負けちょっと負けちゃってる、いやそれはまあ無理でしょ、難しいっすか、うん、そこ競わなくていいと思う、いいですか、うん、分かりました、しょうがない、俺だってもこれでしか生きてないんだ、俺でもいるかな、ジオこいつ俺より確実にサッカー好きだなってやつ見たことあるかな、ないですか、ない、今のところ、あ、でも、まあ、俊介ぐらい、ああ、あいつはすげえ、そうなんですね、いや、あいつも好きで、うん、ちょっと行ってみます、彼はほら天才なんだ、天才って言ったら多分失礼なタイプだよね、うん、本当に積み上げてきたんだね、うん、うん、なるほど、いや、才能だけじゃないですよって、やったんですよって絶対思ってるんですよ、うん、すいません、長時間ありがとうございました、もう第1回目にふさわしい、心がちょっと人生を考えさせられる内容になってしまって、素晴らしいです。